今日のゲームいいの。もうやりたいよ。実績書いてない。B とか出てるけど、ビンチとか。どっかのタイミングで向井さん取れたら OK ですよ。一番男感がない。最近向井さん見てない。まあ僕は最近見てないと思うけど。昨日大原来たかった。あ、そうなんですか。というか昨日タイ君大原行ってたんや。こうやって減ってくると使いにくくなってくる。切らんとあかんもん。今こうやって切ったら、そっからピタイで、20人、ピカッと見切って、王女したら、ここが開きよったやつ。びっくりや。家中ニンニク臭い。ここ開くって、遠心力で。汗もかかってる。遠心力で開きよった。まだ見てる。俺は何をしてんねん、家に電力を振り巻いて。えらいこっちゃぞ、お前。掃除機で吸おうかなぁ、思ったけど。待てよ、これ掃除機で吸うたらずっと一生臭いぞ、と。掃除機かけるタイプ。あかん、あかん、あかん、あかん。どうしよう。俺とズミさんもさ、タバコを電子タバコに変えたから。あの昼休みの動画ってあの重要はあのあれ昼寝の昼寝の静止画と変わらへんやんけ。代わりに喋っといて。それでめっちゃバズったらどうすんねん。思いもよらない動画、ま、毎日寝てる動画あげるわ。本人出ない方がよかった。じゃあ前がなんかあの車にベッド組んだ境にが今度車中泊してるところの動画あげてくださいってコメント来てんか。いや寝てるだけやんけって俺思ったもんな。どんな自由はね。この旅の動画。旅の動画。いや青空ハッスルも推薦やで。あ、マジですか。オシュレット付きです。オシュレット付きやで。マジですか。もう伸ばしても大丈夫。いや、伸ばすよ。関東すごい量あるしな。そう。千葉とかすごい。千葉なんで。埼玉とか。聞いてる感じじゃえげつな量。えげつな量だなって。関西で指で数えられるぐらい。そう。最近なんだけど。千葉なんてやから。家で選びたい放題やろ。Google で旗とか立つやつとか、あんなブワー並んだでしょ。あれすげえな。こんだけ逆に需要あるんや。やっぱりな、店が多いんやと思うわ。言うても。店系列か。まあ人口もやけどな。人口、情報、まあ全てがやっぱり関東は集中してんやな。
長のパターン。いやだ、いや、それはそれ、これはこれ。まだ早かった。ロシアの上とかでね、楽天ポイントが使えたら一番いいよね。ミータイ商品、そんなポイント使えるとこないやん。そう、なんか楽天出店してるとこやったらまあ使えるけど。ああ、ないっすな。楽天ポイント、あ、使えるね、楽天ポイントやったら使い勝手に、まあ、楽天ポイントが一番ない使い勝手にしても、ね、まあ、普通の店でも使えるとか使えるんですよ。あの、ついたちゃうわ、何やったっけ、T ポイント、なんか T ポイントもなんか最近あれらしいですよ、結構衰退してきてるみたいな感じで。だって、俺も僕量使っててんけど、もう使えへんなってしまって、T ポイント減らない、減らない、期限が来ますから。あ、ちょっと待って、冷凍庫に入る分はもう、これいいじゃないですか、ルーマニアスコップ、ルーマニア軍にしたユーゴのも溢れてもて、今はもうこのチルドのマシか保存ができないという状態で、品種が来てしまう。なんかルーマニアで使用されたって感じますけど、他はもう今冷凍に入れた。まさかのな、まあ、エンジャーも壊れてるんだ。笑顔折れてるんだ。折れてたら使い物ならない。何も書いてない。冷凍庫ができる限りがあるので入らない。溢れたやつをこれ焼いてしまうと、ユーゴのね、レジというか、釘がないと思う。釘がない。マージャンやってるところで、冷蔵庫で出てきて全部餃子が入ってます。入りきらない状態なんです。やばい状態。ほぼ10番じゃないですか、何の結婚してんの。円安の、これが円安の影響。いや、円安の前からそんなじゃないですか。もう変わらない、変わらない。500段階だから、チッピーちゃんと結婚せえよ。そんな中に持ったら木箱や。今日気が合うぞ、あの2人。そういうことですか。もう木箱行こう。子供も慣れとるし。桁が違いますからね。夏に取るぞ。いや、こんなゼロポイント高いこんなヤコギのやつかと思ったら、木箱がええやつ。安く取ってんの。何じゃそら。いや、安くてもいい。でも、9万な。壊られるし、他は。普通にキッチンだって、キッチンだって買うから。これそうだったら45キロまで足りるんですよ。ほう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 。これいいの？ヤシコの方が古いの？ちょっと衝動買いを混ぜる。同じぐらいか。いいな、野菜いいな。いいの？まあ、生野菜は、あ、生野菜じゃない。野菜は、玉ねぎとか、じゃがいもとかやったら、まあ、芋ばっかりやつ。やっぱり芋なんだ。ヤシコは、
生っていうやつ、うん、何年勤めたら終わりで、それでやめた、うん、あんまり詳しくは知らない。チッピーちゃんはもう定年まで勤められるものを2勝にしたのにやめた、うん、どうしてもお笑いがしたから、うん、せっかくね、アドバイトから正社員今ロシア動員されてるやっぱ武器になりやすいもう死んだかも何大臣の武器が出てきたよ。そうもう完全に逆転してる武器で AK もサビサビできる状態かもよくなってるでも AK は撃てるやろ多分サビサビでもだけどねなんかウクライナ側で日本人行ってるらしいですよ。それは宇宙の経済が増えたんですよ。向かう人は歩きですよ。動かずほっこりまみれでしょ。ほっこりまみれで、サビまみれで、あのチャージングハンド動かへん。防止されてへんかい。向かうと混じってへんかい。間違えるんだよ。みんなとこも3分ぐらいの持ち。でもサビには勝てへんのかな。みんなで出るんで、やめてたら、まあ、だってあれ AK なんてどこに見ようが、なんか水につけようが何しようが打てるけど、さすがにサビには勝てんやん。サビ、たぶん内部にもサビってたりする。前どっか北九州かなんかの、なんか喫茶店のようなとことかなんかで、その喫茶店を借りて、あのやったいうのは、入ってくる。プレキャリとか A 装備つけてるのに持ってる銃がもしながらね。いや、あれプレキャリつけたのはあれですよ。テテのほうだ。テテは、恩恵をやってるんで、最初の時は全部見て、導入された人をテテからやってくれた。いやいや、もう、どうなの？一般的に、じゃあ、モテてるんですよ。同意されてほら、そんなご飯食べられない。ご飯食べない。もう大きくならない。スコップだけ渡されるから。これボディアマーとか書いてある。最終的にスコップだけ渡されて。はい、どうぞ。ちょっといただきます。これを見てんじゃないの。夫婦いたらみんな行ってこいよね。対戦でもないの。紙だろうね。これでいただきます。だってあのくらいで笑ってない。先生っぽくしない。先生国を教えてますから、今ミニ戦とか言ったら先生が教えてくれます。それがいいから。ミニ戦は先生の方が一体なってますよ、これ。一体。あの大規模な感覚を詰めていただきたい。食べにくいぜ。大規模かな。大規模かな。行こうとしたら。南線みたいなもん来たぞみたいな。ベトナムもそうですね。大抵第三国からの支援があるとは思ってないと思います。行きますね。シティになってヤフガンってソ連が負けてんだから。まあ事実上撤退。いたいたいた。まあ、そうい国が早いなってたけど。あ、そうか、70、じゃあ、あれ、80。え、70年代後半になりますね。80年ぐらいになったっけ。アフガンカーが。あ、1979年から1989年。89年。だから10年。10年やってたんですね。電池？ちょっと密すぎだな。もっとやっぱ感覚あけなの。こんだけ密で焼いたら全部一体なんやな、これ。動画が分離せえへん。ありそうやな。ねえ。まあ多分絶対やな。91年にはソ連なくなってるやつ。
最後餃子こけ。あるんですか？ちょっとある。たくさんはない。ただ皿がこれでいってもらうと、これを適当にぶっかけて。そうすると混ざってしまう。飯あんで。白飯付き。飯が余んで。岡山さん食べへんやん。もうそれ歯食べる前に言うてください。これあの炊かへんのに。ただこの飯ちょっとどうかなっていう飯やで、ね、あの14分ぐらいかかるところを9分で行ったから。これこれこれ蓋開かへんな。いや、それ全部行って丸ごとこれ俺フライパンのやつ俺が食べようかな。ほら言うとこれな、やっぱり蜜で焼いたらあかんな。全部一体化すんねんけど。最悪やな。ばらけへん。全部つながってしもうとる。これから注意しよう。あの2回に分けてやがってんけど、1年に1回で焼いたら全部つながってばらけへん。うん、話す前、離れていいですね。あ、ちょっと食べられんことはない。ちゃんと蒸れてるみたいやし。9分いってんけど、あともうお湯につけたまま。ああ、ね。ニンニクはどうありますか？ここにニンニク入ってるでしょ。入ってる。マシで。ニンニクマシ。ニンニク激マシ。大勝負激マシ。激マシ量な。あれ一回食べてもやめられ。あれが。そんなんできるの？いや、激マシ。いや、初めから種類が違う。入ってへんのもあるで。激マシ。ゼロもあるし。ふっとんねん。生姜だけ。え、あれゼロになると生姜味。そうそう、ゼロにする。あれ、まず食べたことない。生姜味もうまい。今回、謎のお昼のシーンで、お届けしておりますが、いつもエリアハイランドをご愛顧いただきありがとうございます。といっても、参加人数はいつも少ないです。なので、まあ少ないなりにというかね、このローカル的なフィールドでね、ならではのちょっと面白さっていうのもあるんかなと思うんで、まあぜひともね、また新たに参加される方を募りますっていう感じもあります。でただやっぱりちょっと一つ問題点としては、僕がゲームに参加 しながら仕切ってるんで、そこのまあ段取りの悪さであったりとか、こう運営側でありながらお客さんを打つっていう、ましてやその時の動画を公表するっていうね、ちょっとね、あんまりよく思わない人もいるんじゃないかなって気もするんで、これがね、情報拡散することによって宣伝効果を狙ってるんであれば、これ逆効果なんで、なんだかなって、こうまあまあ、ええ面悪い面っていうのはあるんかなとは思うんですけど、まあできればね、動画を見た方もできるだけ参加していただけると嬉しいです。コーナー登場、まあまあ今回はこんな感じです。またまたよろしくです。動画に映り込んだっちゃうんじゃない。